インテキになりましたですね。もう一個の方の山へ来てますけども、前回来た頃はね、まだこの桑のこれ葉っぱなんですけどね、葉がここまで伸びてなかったと思うんですけどね、あっという間に大きくなりましたね。ビワの木ですけどね、実が突き出しました。ただかなりその強力にね、去年カットしたので今年はちょっと実の数はね、少なそうですね。まあだいたいね、4月初めからスタートしたタケノコ取りなんですけど、まあ1ヶ月でだいたい終わりですね。今は成長が早いので、このように大きくなってしまったものが多いですね。これね、メンマにすることができるので、もし今日小型のものが一つもないんであれば、これはね、いただいていくことにしましょう。これぐらいならまだまだ食べれますね。これはゲットしたいと思います。腰油が開いてますね。ちょっとね、蚊が飛んでるんですね。いよいよもう蚊も出てくる季節になりましたね。そしてこれがまあ新竹というんですかね、若竹といいますか。タケノコを取らないとこうしてね、いっぱい伸びますよね。4月頃からね、追っかけていました腰油ですね。これなかなか先端開くの遅かったんですけども、開きましたし、もう高さがね、2メートル以上になってます。まあ、これは今後ね、大きくなりそうで楽しみな株ですね。まあその隣もまずまずといった感じで、もうこれだけ大きくなりますと、食用ではありませんけども、岐阜県でもね、山間部ですね、行けばこれからですよ。ここは岐阜市なので、もうね、こんな風に腰油のなんていうんですか、食べられないぐらい大きくなってますけど、山の方の道の駅行けば今からですからね、まだまだ調達はできます。多分この腰油が私が1ヶ月ぐらい前にね、継ぎ木用にね、頭を取ったやつなんですよね。継ぎ木実験についてはまあ結果報告ですが、まあ失敗ということでね、今年もまあうまくいかなかったわけですね。タケノコについては2本ということでね、まあ不発でしたですね。それから、山ツツジね、綺麗なので写真撮りに来ようと思ったんですけど、まあ、連日の雨でもう花が落ちてしまっていましたね。自宅に戻ってきましたね。タケノコの解体はね、通常屋外でやっておりますね。今日は2本です。一応一つ解体したんですが、形もね、色もいまいちなんですよね。やっぱこの時期、なんていうか、やっぱり遅いのでね、もう大きくなってますしね、いまいちですよね。やはり2本目もね、色的にも形的にもやっぱいまいちっぽいですね。これ以上大きくなって硬くなったものですね。こういうものは茹でて、その後炒めて、味付けしてメンマにすると。そういう食べ方ができるかと思います。これについては今からね、茹でると、米ぬかの中で茹でてアク抜きをして、その後はまあどんなね、料理でも食べれるわけですね。これがね、問題のその腰油の
撃をしたもんなんですが、全くこの生命反応がありません。それに対して、台木のタラからは芽が出てしまいました。まあ、ということでね、中開けるまでもなくね、今年もまあ接続に失敗したということになりますね。まあタラ自体はもうね、今年はまあ終わりです。これは金柑ですね。この時期にこの青い花ですね、これがたくさん咲きます。これが2年前に山から苗木を持ってきたコシアブラですね。いい感じでこの葉が開いてますので、このままいけばね、大きくなってくると思われます。そしてこちらは去年ですね、移植したもので、1年ものと2年ものとかになりますね。ですから、まあ、接ぎ木は失敗しましたけども、この移植ですね、根ごとこの持ってくるってやつは、まあ、一応成功してますね。ということでね、山歩きちょっとしましたけども、まあ、タケノコが終わったかなという感じですね。まあ、その他、いろんなものがこれから、まあ、取れますのでね、ぼちぼちやっていきます。以上でございます。